ミニトマトの栽培をデジタル化した国内最大級の生産施設が本格稼働しましたこの巨大な農場では温度、湿度、二酸化炭素の量などが自動で管理され、ミニトマトが栽培されています茨城県常総市の広さおよそ7ヘクタールの敷地にハウスが並ぶ種まき常総は最新のデジタル技術で最適な栽培環境を維持し、 1>, 1年を通してミニトマトを安定生産できます。年間およそ1000トンと、通常の農家のおよそ3倍の量を収穫できるということです。地元の人たち180人が働いていて、生産から流通までを一貫管理しています。今後も自動収穫ロボットの導入など、さらにデジタル化を進め、経験のない人でも働ける持続可能な農業の実現につなげたいとしています。